五等分の花嫁6話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。おう、うまそう。いや、おはー、おはーで迷うちゅちゅ。違うボス、違うな。冬服へのコメントなし。おう、朝から何の用だよ。夏だったんじゃないの。お前は妙に目立つから嫌なんだ。早っ、もう冬か。昨日ね、みんなに仕事のこと打ち明けたんだ。おお。みんなびっくりしてたな。あー、女優ってなってるもん。だろうな、だろうな、だろだろうな。でも、すっきりした。あー、だろうな。いや、笑顔になるわな。中間試験が始まります。念のために言っておきますが、来た、今回も30点未満は赤点とします。各自復習を怠らないように。かわいい。ついに来たか。おお、その時がどうなることやら。やばいよ。あー、めっちゃ勉強してる。学校で勉強してる。メガネつけて。いや、休み時間なのに予習してるなんて。うわうわぁ、すげぇ。家でも自習してると聞くぞ。すげぇ。同じクラスだからわかる。 お前は姉妹の中で一番真面目だ。よかった。そうでしょう。嬉しい。ああ、ただバカなだけなんだ。だから意地張ってないで勉強会に参加してみろよ。ああ、お前でも成績アップできると。行くわけないやん。私一人でも限界があると感じていました。うん、この問題教えてもらっていいですか。あ、もちろん。一言多いね。ほーら、後で職員室まで来なさい。ほーら、一言多いんじゃ。最初から最後まで。俺は諦めねえぞ。次だ。まあいいけどな、諦めないのは。ニーナ、一番ハード。お前、中間試験は。みんな行こう。まあね。ねえ、あの人ニーナのこと呼んでなかった。そうなるよな。あいつ私のストーカー。まあまあまあ、ある意味だ。ニーナ、俺は諦めないぞ。祭りの日、一度は付き合ってくれただろ。お、考え直してくれないか。なんならお前の家でもいいんだぞ。おお。一回だけ。ああ、一回だけでいいから。あと一回だけ。お前の知らないことをたくさん教えてやるよ、ニーナ。ああ、必ず満足させてやる。満足。ああ、分かってくれた。分かってくれ。本当に誤解されるでしょうか。まあ自分も悪いけどな、いらんこと言うから。誤解はな。派手にやられたね。ニノにも責任ありけり。それより上杉さん、3人で勉強してるやん。問題です。今日の私はいつもとどこが違うでしょうか。冬服が。お前らもうすぐ中間試験だってことは聞いてるな。これちょっと柄変わったか。ピコポン。ヒントは首から上です。あー、このままではとてもじゃないが。あれ、でも試験は乗り切れない。ここと似てるけど、あの正解はリボンの柄がいつもと違う。ここのリボン、胸元のここも、ここはいつも通りか。お前の答案用紙もチェックが流行中だ。うん、同じか。わかった、いけた。チェック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 。笑ってる場合じゃないぞ。四つ葉はやる気があるだけマシな方だ。中間試験まで1週間徹底的に対策していくぞ。1週間きついな。当然だ。だからミクも日本史以外は、自発的に自ら苦手な英語を勉強している。やべえ、熱でもあるのか。ひどいな、一言多いんじゃん。少し頑張ろうと思っただけ。平気。ミク可愛いな、偉いな。みんな頑張ろう。だからいいな。あ、このチームええですな。まあ、あとあの二人をどう攻略するか。大変やぞ。疲れた。一刻も早く帰りたい。わかるわかる、疲れただろうな。おつにゃんだ。くそ、放課後だけでは時間が足りない。週末もどこまで詰められるか。俺にもやって。で、どっからその声出した。そんなに感じなくていいんじゃない。中間試験で退学になるわけじゃないんだし。おう、上がってんでもね。私たちも頑張るからさ。まああるけど、じっくり付き合ってよ。あ、まあご褒美くれるんだったらもっと頑張れるけどね。ご褒美。駅前のフルーツパフェだ。食いたい。チョコチョコ。なんか食べたくなってきた。抹茶、抹茶好きだろうな。みんな誘って。抹茶来ただろうな。今から行こうか。チョコ行きたい俺。一刻も早く帰りたかったんじゃなかったのか。別なんだよ、別なんだよ、はい。そんなに焦らなくていいのかもな。上杉さん、早くしないと置いてっちゃいますよ。うおー、いいね。これもまた良きなんだよな。この時が永遠に続けと思うわな。おお、なんだ走って。あなた、あの状況からよく一人で帰れましたね。え、あそこは一緒に行くところでしょ。家帰って勉強。なんだよ、それを言いに追いかけてきたのか。が、見てたんだ。違います、あなたに電話を取り次げとのことです。俺に。誰が。いつきです、今変わります。ホワッツマイケル。どのマイケルだい。もしもし、上杉くんかね。誰やん、お父ちゃん。娘たちが世話になってるね。お、お父さん、はじめまして、お世話になっております。君にお父さんと呼ばれる筋合いはないよ。
あなたにお父さんが呼ぶ筋合いはありません。なかなか顔を出せなくてすまないね。いい声だ。どうだい、家庭教師はうまくやっているかい？おお、金持って。今まさに怒られてる最中です。あ、最中。おいおい、いつき。その答えは後でな。あ、みんないい子で、この調子なら問題ありません。それはよかった。近々中間試験があると聞いたが、受験そうで何をだ。聞かれてる。少々酷だが、ここで君の成果を見せてもらいたい。今度の中間試験、まあ、成果、5人のうち1人でも赤点を取ったら、君には家庭教師を辞めてもらう。おお、罰ゲームちゃんとあった。ちゃんとあった。直してください。いくらなんでも焦燥では。切られた。焦燥だ。青投げるなよ。投げるなよ。ああ悪い。父から何か言われましたか？おお、いろいろな。世間話をしただけだ。いやいや、言えよ。それだけでその汗の量ですか？人のことより自分のことを心配したらどうだ。言えよ。中間試験の対策はしてるんだろうな。問題ありません。期待できそうやな。問題ないわけあるか。今日やった小テストの点数、悪かっただろう。お、見たのですか？なんと。やっぱり悪かったのか。はっはっはっ、引っ掛け。こいつなりに頑張ってるんだろうし。お、そうやね。どうだ、いつき。わからない箇所があったら教えてやるぞ。何ですか？私が信用できないのですか？ああ、怒っちゃった。あなたの教えは壊ないと言ったはずです。お前は真面目な割に容量が悪い。俺を頼ってくれたら分かりやすく教えてやる。いちかやみこを少しは見習えよ。お、あなたは忘れているでしょうが、私は最初にあなたを頼りました。はい、そうだね。それを拒否したのはあなたでしょ。いやいや、相手されるなんてごめんです。あ、だったらお前一人で赤点回避できるっていうのかよ。できます。あ、ほら、ダメダメ。中間試験には間に合わなくても。方向がダメだ。ダメだ。今回赤点なら次はない。これも仕事なんだ。わがまま言ってないで受け入れろよ。わがまま言ってるのはあなたでしょ。お前だって成績上げたいだろ。だったら黙って俺の言うことを聞いてればいいんだよ。おー、いや、今の。あかんな。あなたのことを少しは見直していたんですが。バチバチスイッチ。私の見込み違いだったようです。ギアー。所詮お金のためですか。何が悪い。仕事じゃなきゃ誰がお前みたいな悲観坊の世話を焼くか。おほほほほ、ダメだこりゃ。無理して教えてもらわなくて結構。ダメだこりゃ。私はあなたの金儲けの道具じゃありません。おお、後悔しても知らねえからな。ええ、たとえ退学になってもあなたからは絶対に教わりません。いやあかんで。お前にだけは絶対教えねえ。仲良くせな。これじゃダメだよ。進もうも進まん。ほーらーほーらー。あー、仲違いしてる場合じゃないだろ。最悪や。正直に話して。上杉さん、なんてこったいで本当に。もうで今マスなんて書いてあってん。マス早いのよ。仕事で失敗解雇されフリーターに最悪やないかい。もう正直に話して。上杉さん、ああ、ご祝儀ください、はい、ご祝儀ください。みんなで遊んでる。遊んでる、楽しいよな。ゲームでも貧乏な俺。エンジョイしてる場合か。まあわかるよな、現実装備。さあ勉強の続きを始めるぞ。今日はたくさん勉強したし、うん、もう頭がパンクしそうです。無理は良くない。休息も必要や。そうだが、風太郎、なんかいつもより焦ってる。どう、私たちそんなに危ない？いやいや、自分が危ないんだよな。自分が危ないんだよ。あなんだ、勉強サボって遊んでる。格好がまだ来てるな。あんた代わりなさいよ。おお、太郎、実は何？ん？おお、ナイスナイスナイス、次行き、ナイス。で、お金少な。あのことをこいつに知られてみろ。あ、そうか。どんな行動に出るか、火を見るよりも明らかだ。余計に参加せんのや。あんたも混ざる？ん？昨日はその…私はこれから自習があるので。あ、おい、頑張るか。あんたも今日の家庭教終わったんでしょ。帰った帰った。おい、ちょっと待て。ほら、大変だな。まずい、これじゃ何も解決できないまま。ちょっと風太郎くん、約束が違うじゃん。今日は泊まり込みで勉強教えてくれるって話でしょ。気が利くな、気が利くな、本当に。広広広。しかし、一家のやつどうしてこんな助け舟を。
いや すごいいい助け舟よ。これで光明が見えてきた。うんうんうん。時間さえあれば、うん、あいつとも。まずは和解ではな。上杉くん。なんだ。おお。あなたから私に話したいことがあるとイチカに言われたのですが、何かご用でしょうか。おお。そんなこと言ってないけど。気が利くな。そうですか。とにかく。それでは。うん、ああ嘘嘘。よく来てくれたな。ああ。話したいこととは何でしょう。おやおや。あこれは髪色が。ちょっとピンクがかってるぞ。昨日は悪かった。うわ焦って感情的になっちまった。二宮金次郎だ。俺に家庭教師をさせてくれ。何があったんですか。何があったんですか。お前たちの誰かが赤点を取ったら俺は家庭教師を辞めさせられる。あーあーあーそういうことでしたか。ほら金次郎でぇ何開けてんだよ。前に私の裸を見たんだからこれで追い子でしょ。あんたといつきの様子が変だったから来てみたら赤点を取れば首ね。いやいやいや顔あからめさせて言うことじゃねえよな。きっと美少女たちの残り湯を堪能してるんだよ。言い方呼びに行かわいい。せっかく風太郎くんいるんだから積極的にアプローチしなよ。何のことだか分からない。お姉ちゃんもはやお姉ちゃんなんだよ。おかえりなさい。にゃー任せて悪かった。にゃー早速試験対策を。にニノも一緒にどうだ。私は必要ないから。どうする。赤点で解雇なんてニノにとっては好都合。好都合ですよ。絶対に勉強に勤しまない。勤しまないことに勤しむに決まってる。うわー風太郎先生ここなんだけど。積極的いいね。はい詰めて詰めて。うまいな。本当にうまいな。ニクもわからないところがあるって。いつか。うん。ああ答えてやるぞ。何でも聞いてくれ。おお。四つ葉くん。討論って英語でなんて言うんですか。討論。いい質問ですね。俺は知らん。ディベート。あディベートだ。覚える。そうかそうかそうか。デバで。デバテだ。外人が英語があるかもね。確実に試験に出るぞ。決めてるかに。俺は使える男だぞ。教えてほしいこと。好きな女子のタイプは。おおおっと。おっと。ストレートに。ストレート。それ今関係ある。はいはい。私はガゼン興味あります。そんなのすごいな。そんなに知りたければ教えてやる。俺の好きな女の子の要素トップ3。何やってんだよ。ただしノートを1ページ埋めるごとに発表します。やるんだやるんだそこ、うん、知らんがなって言われたら終わりだもんね。特にニノとかニノとか扱いやすくて助かる。はいできました。では第3位はじゃんいつも元気。おお気になってる、はい、できた。第2位はできた。料理上手。おお終わったよ。よし出す。第1位は長めにドキ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 してる。じゃんお兄ちゃん思いだ。それあんたの妹か。ですよねですよね。なんですよね。突っ込んだ。盗み聞いてるんだったらお前も一緒に。聞いてる。聞きたくなくても耳に入るわよ。おい。アイハちゃんだったなんて頑張ったのにずるいです。俺のスタンスは前に。真逆。確かに元気っつうところでは引っかかったけどどうすんだい。おすごい。ミクもう課題終わらせてる。おお。太郎くん頑張った人は褒めてあげないと。わお。はい頑張りました。でもこうやって間に入ると余計に好きになってくるんだろうな。いちかちゃんも四つ葉チェック。やめろ四つ葉。来るな近づくな。マジでこれもうめっちゃ楽しいやろ。おお上杉さんドキドキしてます。あれだけ走ればな。騒がしいですよ。勉強会とはもう少し静かなものだと思ってましたが。確かにごめんね。直接顔を合わすと謝りづらい。ミク、ヘッドホンを貸してもらっていいですか。いいけど、なんで。一人で集中したいので。こいつ、いつき、お前のことを信頼していいんだな。うん、足手まといにはなりたくありません。逆にね。風太郎くん見て。そうか、星が綺麗。それも正解なのかもな。ちょっと休憩しよう、おいで。うん、おい家いちかちゃん本当にいいよな。綱吉家信。なるほど家綱、うん、綱吉家綱違う二人いる。家綱吉家信合体してる。
可愛い。この二人いいな。いつきちゃんと喧嘩でもしちゃった？いつものことだ。だね。風太郎くんといつきちゃんは顔合わせるたびに喧嘩してる。二人は似た者同士だから。似た者ってお前が言うか。でもね、今日はいつもと違う気がした。お二人には仲良く喧嘩してほしいな。はいはいはい、はい、矛盾してる。そう、うん、あの子も意地になってるんだと思う。そうだね、風太郎くんは違う。昔から不器用な子だったから、うん、素直になれないだけなんじゃないかな。はいはいはい、おー。きっと今も一人で苦しんでる。私にやれることはやってみるけど、いい子やな。風太郎くんにしかできないことがあるからお願いね。いやいい子やな。ほぼ同時に生まれた5つ子には関係ないと思ってたんだが、ちゃんと長女してんな。すげえ。この手、お前がやった方がいいって言ったんだろ。もう寒いから中に入るぞ。あれ、寒いかな。おほほほ。じゃあ私のベッドを使っていいから。マジで？みんないい子ばっかやな。でけえな。なんだこれ、なんだこれ。しかもちゃっかり戦国武将のなんかあったな。見せろや、アップにせえや、アップにせえや。戦国系あったぞ今。使っていいから。うん、なんか兜、兜みたいなもの。これ兜、兜じゃなかったわ。なんかでもあるよね、刀が2個とね、あの旗があって、なんかこの赤いのとこがね、頭にかぶるあれかと思ったけど、左甲冑、ちっせえな、ちっちゃい甲冑かな。で結構輪でね、輪で整えられてる、こういう真ん中のベッドの上のこれ、あの下敷きじゃねえや、なんつうの、あのゴロゴロゴロ巻物、巻物とかね、もろもろとこの壁とかね、なんか下の変なライトみたいな、イケてるやん。椅子も緑でな、抹茶好き、抹茶好きそう。好きなんだけど。やるな。やるなっつった。これがベッドってやつか。そうか、ベッドに寝てないからな。やるな。やるな。機能性用かな。おう。どうした？なんだ？寝ぼけてまさかあそこに行くんじゃねえだろうな。あの部屋に、自分の部屋に戻っちゃうなんつうことが、ことがある。おいえ、神展開。おー、神展開、すごくいい神展開。もともと一人いたもんな今。おーわう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 、起きてこれはびっくりするな。おー、天国、積み上げたもの。おー、積み上げたもの、すごかった。はい、ということでね、そこの席変わってくんね。何かとそこの席変わってくんね。だからみんなね、あの勉強した方がいいっすよ。俺ね、全然ね、あの勉強苦手でね、ダメだったんですけども、皆さん勉強した方がいいですよ。もしかしたらいきなりなんか家庭教をやってくんねみたいな、でこんなようなね、パラダイスがっていう。はい、ということでね、今回こんな感じで締めていきたいなと思います。不純かみたいなね。はい、不純です。はい、最後にます、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!